おはようございます、平岡です。今日は平日なんですけども、会社の午前休を取ったので早起きして今からブロンプトンに乗って公園で朝活をしようと思います。公園でモーニングコーヒーを入れつつ朝ごはんを食べて、少し作業をして銭湯に浸かって、午後からオフィスに出社。そんなとある朝のひとときの様子をぜひご覧ください。どうもおはようございます、平岡です。ただいまですね、朝の7時ちょっと前ですね。今日はブロンプトンに乗ってちょっと朝活しようかなと思って、自転車走らせております。おそらく動画ではね、前回お花見行ったぶりぐらいのブロンプトン動画なんで、5ヶ月ぐらいかな空いちゃったんですけども、昼間とかも暑いんで自転車乗るのも結構大変なんですよ。なのでちょっと朝ね、まだ涼しい時間帯に涼しい公園に行って、涼みながら、ね、自然を感じようっていう風なコンセプトです。で、今日行こうと思ってるのが、武蔵小山のあたりにある臨死の森公園っていう、森っぽいようなあの木々がたくさん生えてていい公園があるらしいんで、そこに朝から行ってこようかなと思ってます。結構うっそうと林があるらしいんで涼しいらしいんですよね。なので今の時期にちょうどいいかなと思って、朝活で臨死の森公園行ってきます。あー気持ちいい。やっぱ朝早い時間帯はね、まだ比較的涼しいので自転車も乗りやすいですね。はい、というわけであっという間に臨死の森公園着きました。で、この公園ね、中も自転車である程度入れるらしいんで、ちょっと自転車でそのまま奥に行ってみようと思います。すごい、もう一面がこの全部木に覆われてるんで、確かにめっちゃ涼しい。公園の中入った瞬間ね、温度が1度2度ぐらい低く感じますね。ここいいな、こんなとこあったんだ。よし、そしたらちょっとここでですね、朝ごはんとコーヒーを飲んでいきたいと思います。今日ね、朝ごはんはこれ宮崎名物砂利パンっていうのをね、セブンで買ってきました。で、コーヒーはいつものセットなんですけども、今回ですね、やっぱりアイスコーヒー飲みたいなと思って、これモンベルのアルパインサーモっていうね、保温力保冷力がバッチリの水筒、これ2本持ってきました。1個にお湯を入れて、1個に氷を入れてですね、これでもうアイスコーヒー抽出できるようにしました。これって今日ね、やっていきたいと思います。はい、こんな感じでね、公園内に駐輪場もあるんで、割とね、公園中まで自転車乗り入って、ここに置いて少し公園中を、休憩したりすることができそうです。はい、というわけでね、コーヒー入れていこうと思います。使う道具はだいたい一緒ですね。このモンベルのアルパインサーモと、タイムモアのコーヒーミルですね。よし、そしたら早速コーヒー豆を挽くところからやっていきましょう。
あ、久しぶり。この表でコーヒー飲む感じめっちゃ久しぶりですね。これがいいですよね。で今回アイスコーヒーなんで、これちょっとね気分も上げようと思ってグラス持ってきました。これプラスチック製のグラスなんで、あの持ち運びにもね割と適してて軽くて、ブラキアってメーカーのグラスかな。でこれに氷を注いでいきます。たっぷり氷を入れました。でコーヒードリッパーはいつも使っているこの持ち運びがねすごくしやすいユニークっていうメーカーのテトラポットかな、これを組み立ててドリッパーにしていきます。ペーパーフィルターを乗せます。そして今引いたコーヒー豆をセットします。これにね上からお湯注いで抽出していきます。でお湯注ぐときは注ぎ口細くできるようなケトルとかがないんで、この紙コップをですね毎回やってるんですけども、紙コップをこうやって口を折って注ぎ口を細くして、ここからこうやって抽出していきます。でこの時に紙コップだとねお湯が熱いんで、こういう風な革のスリーブですね、これ特注でね TBL っていう風に東京ブロンプトンライフって名前彫ってもらったんですけども、これをかぶせてよいしょ、熱くないようにしてねこうやって注いでいこうと思います。うわー、なんか思ったよりいいな。表でもねアイスコーヒー全然飲めますね。よし、できました。めっちゃいい感じ、普通に美味しそう。このコーヒーと後ろのグリーンがねめちゃめちゃいいロケーションと光景です。あー、うまい、めっちゃ濃い。いやこれね普通に毎朝入れてるコーヒーと同じ、めちゃめちゃうまいです。あ、じゃあちょっとね朝ごはんの宮崎名物砂利パン、これもね食べていきたいと思います。クリームパンのクリームの中に砂糖が入ってて、食感がちょっとねジャリッとしてる感じのパンです。だから砂利パン、おいしい。めちゃめちゃセミの声がするんで、もしかしたらこの音ね聞こえてなくて後付けだったかもしれないですけど、まあ夏ということでねセミの声も季節感として一緒に楽しんでみてください。あー、美味しかったです。ごちそうさまでした。で今がねだいたい8時ぐらいなんですけども、まだ8時か。こっからはもうちょっと時間があって、あとここの辺のベンチもね全然空いてて、もう少し使わせていただけそうなので、ここでですね少し朝作業もしてみたいなと思っております。 iPad 持ってきたのでね、そこで溜まってる仕事とか動画編集とかその辺を軽くやって、この公園を立ち去ろうかなと思っております。でその前にですねおかわり入れてきます。このコーヒーをお供にねちょっと公園で一作業頑張ろうと思います。というわけで公園で作業開始。朝なので頭が冴えていることと、自然の音が心地よいホワイトノイズになって短い時間でしたがびっくりするほど集中できました。 iPad ならこうやって場所を選ばずどこでも身軽に使えるのもいいですね。はい、というわけでね1時間ぐらいがっつり作業させてもらったんですけども、ちょっと日が出てきて暑くなってきたので近所のカフェに移動しようかなと思います。林子の森公園から自転車で5分ほどの場所にあるレブレッソというカフェに向かいます。日が昇ってくると急に暑くなってきますね。まだまだ残暑が厳しい。こちらがカフェレブレッソ。コーヒーの他に食パンも有名なお店です。何度か来たことがあってお気に入りだったんですけども、なんと9月末で閉店だそうです。フリー Wi-Fi もすっごい早くて、作業にちょうどいいカフェだったんで、本当に閉店は惜しいです。というわけでひたすら作業。まだまだ朝の頭すっきりブーストモードは健在。お昼は武蔵小山で人気のとんかつ屋太陽さんに行ってきます。かなりの人気店だそうで、開店直後を狙って自転車を漕ぎます。こちらが注文した上ロースカツ定食。サクッとカツを頬張ると中から豚の甘みがじゅわっと出てきて本当に美味しかったです。これはぜひ並んででも食べる価値ありです。
急にめちゃめちゃ雨降ってきてズブズレになっちゃったんですけど、とりあえず一旦ねブロンプトン駐輪場に停めたんで、今から傘だけ買ってですね、あの武蔵小山に銭湯があるんですよ。そこでちょっとこのね雨濡れたのと汗洗い流してから昼出社してこようかなと思います。折りたたみ傘コンビニでゲットしました。これだけで1200円もした。高い。あったあった。これが武蔵小山清水湯です。すごいね、綺麗なんですよねここ。じゃあちょっとこの汗を流しにね一風呂行ってきます。銭湯入ってきました。パッとね30分ぐらいで一風呂浴びて、サウナも1回転ということでめちゃめちゃさっぱりしました。天気もですね、さっきの雨が嘘みたいにめっちゃ晴れて、多分ね通り雨でしたね。本当1200円で傘買ったんですけど20秒くらいしか使ってないんでもったいないなと思いつつ、まあしょうがないですね。まあ無事に晴れてくれたんで、今からまた、駐輪場行ってブロンプトン回収して出社しようかなと思います。今まだね1時ぐらいなんで、全然お昼の出勤には余裕で間に合うんで、すごく充実した朝活でございました。というわけで武蔵小山を後にしてブロンプトンで中目黒のオフィスに向かいます。自然に囲まれた中でコーヒーを飲んで、美味しいものを食べて、一風呂浴びてさっぱりして、早起きしたおかげで朝だけで1日分ぐらい活動できた気がします。HP だけじゃなくて MP も回復できたような気がするんで、豪華なお仕事も頑張れそうです。その後はオフィスでいつも通り仕事をしました。普段と同じ日常の中のちょっとした非日常、最高の朝活でした。